とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩りを周回したいと思います。欲しいのがあるんですよ。それがね、今はちょっと持ってないんだけども、夜の棒のもう一つのユニーク、忘れられた魂の棒だね。あれを探してます。夜の棒はテンポシフトが元からついてるんだけども、忘れられた魂の棒はマルチショットがついてます。マルチショットの方がテンポシフトよりも火力は出るんじゃないかなと思うんだよね。火力は無効で、で、テンポシフトは、安全性が増すのかな。うん。まあ、どっちがいいのか使ってみたいので、今日は忘れられた魂の棒、厳選していきましょう。はい、それでは戻ってきました。2時間ちょっと回ったんですけども、失われた魂の棒、あれ自体がね、出にくい。ものすごい出にくい。ほとんどがね、夜の棒になるんだよね。なので、どうだろうか。あんまり出てないんだよね。でもそこそこあるな。そこそこある。じゃあまず、夜の棒から見てみましょうか。もうすでに、最高のやつ持ってるんだけども、流れ込む魂のところを、成長とかね、マルチショットに変えてもいいかなと思うので、まあ、黄金が良ければ採用しましょう。ダメ。違うね。苦痛の矢筒では、発動する？いや。そもそもあれで倒さない。うん、ハーベスターで倒すんで、意味ないね。意味ない。マルチショット2か。3だったら、いいよね。下が、ちょっと待って。バーストボーストリングと、キューコンクールダウンショットか。大丈夫だね。オッケー。ならば、黄金になんかつけばいいや。よくない。やっぱなかなか出ないね。ダメ。なんか正体が来たな。まあいいや。はい。ボーナスショット。無限ダイナモっていう手もあるけども、夜の棒ですることもないかな。はい。違うか。連鎖反応は、違う。爆発系じゃないんで、違いますね。違う。違う。なるほど。ぶっ飛ばし、苦痛の矢筒ができるね。うん。俺が今持ってるのが、確か黄金がね、クールダウンショット1だったんだよね。これに変えてもいいね。うん。こっちの方が完成形になりそうだな。クールダウン2でもまあ使えるんですけどね。残り、1、2、3、4、5、6、7、7個。うん。やっぱり、夜の棒の方が多そうですね。浮遊射撃ダメ。貫通ダメですね。やっぱり、出ないよな、そう簡単にはさ。虚無に。さっきも貫通あったでしょ。貫通いらない。爆発さんか。いい。できれば流れ込む魂は下についてて欲しかったけどな。まあ、でもいい。流れ込む魂と球根までついてるね。じゃあ、あと、バーストボーストリングと、クールダウンショットをつければ、OK か。うん。そうね。でも流れ込む魂を武器につけるならば、ツタの無知が装備できなくなるんだよね。いいか。ちょっとこれ、作り込んで使ってみましょうか。他ないよね。ないね。じゃ、とりあえずのやつは、出ました。これを、ちょっと作り込んで、使ってみます。で、夜の棒も、
まあ、下に、バーストボーストリングついてるので、クールダウンショットと急降下を付け直すか。付け直してみましょう。今使ってるのがこれなんだよね。これ。バーストボーストリングと急降衝撃の、クールダウンショットが2なんだよね。これが、クールダウンショット3になるので、2でもいいか。いや、いいか。変えよう。もう強いやつをどんどん作っていきましょう。はい。では、今日はね、うまいこと、失われた魂の棒出ました。次これ使ってみてどんな感じなのか、やってみようと思います。多分、マルチショットで、苦痛の矢筒を打つので、ソウルはね、溜まりやすいと思うんだよね。ちょっとこれ、やってみようと思います。はい。おー、まだ正代来てる。ちょっと待ってね。また?はいはい。ではですね、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。出たー。